バーチャマでございます。ということでチャンピオンズリーグボンバー始まっております。来た来た、我がチームがボンバーしていく、そんな最中、どういうチームだったっけな、ここ2日やってなかったですからね。どういうチームだった、どこまで行ってたっけな。ちょっともう移籍とかは一段落ついて、あ、ルカクをどうするかみたいな、だから ルカエスコラーニはもう好きにしてくれ、ほんといらんからで一回も出してない、うん、ちょっとユースアカデミーの子たちを、そうだね、取られてるわ。ちょっとユースアカデミーをで、こいつはいいなって、あ、3人しかいないんじゃん、もう全然残ってないじゃん。こいつはセンターバック57、74から82な、有望なやつ全員取られてるわ。俺7、8人いたのに、マジかよ、自暴自棄になっちゃうわ。はあ、まあいいでしょ、まあここ2、3年ね、まあ2、3年後のあれ、2、3年後じゃないな、5年、10年とマンチェスター・ユナイテッド強いチームとするのであれば、取っていかな、デレアリを獲得したい、バルセロナどう思う、デレアリ最近とても調子がいい、ビッグマッチ控えてるぞ。ディアスはね、もうローテーションなんてしょうがないの、交代交代でやらなきゃいけない、もうすげえうるさい、こいつ分かんねえんだよ、話してんのに、交代交代で出すよって言ってんのに、調子がいいです、次の試合も出たいです、そういうことじゃないんだよ。今年の移籍だけで最も破格の取引に見えます。ナチョ、ニューカスから、あ、ナチョのニューカスからの移籍、ナチョ、ナチョは、いや、あのね、いろいろやらなきゃいけなかったから上はチャンピオンズの初戦を迎えます。勝利で飾ることはできると思いますか。この時を待っていました。勝たなきゃいけない、ベジクタシやからな、あ、でももしかしたらベジクタシがいい補強しまくってるかもしれないな。チーム力で恐ると見られ、その通りマンチョンが勝つことになるのは当たり前だろう、うん、そう、まず自分たちの試合をして、相手とその作戦の対処に集中しなければなりません。そやな、ありがとうございました。質問はここまででよろしいでしょうか。 OK、 うん、試合開始、どうしましょうね、行きましょうか。ルカク、結局まあコメントとか見てると、ルカクとベルナーどっちかでいいんじゃないみたいな、ダブルはきついぞっていう意見が結構ありましたね。確かにそう思う、俺もジェズスと、だからそのルカクとジェズスを試してみたいと思います。あと誰だろうな、マグワイア調子いいけど、まあ、ディアス出しとくか、スタミナもちょっとあるしな。でジュリッチのところもう抜擢するわ、ウィリアムスを、俺はお前を使いたかった、ずっと前から。マディソン、ビダル、ビダル、あと誰かいたっけな、エルコラーニ使う、だ184のセンターバックいらないんだよな、マジでやめろよ早くな、もういらないって言ってんのに。で俺はね、もうね、ノータッチで、あ、どうぞっていう感じで、もうあの勝手に交渉しちゃってください、どうぞって言うんだけど、その 相手方のクラブと全然同意をね得てこないの、なんでって感じ。ディアス、ダロト、ジェズス、ウィリアムス、ルカク、俺使う、俺がルカク使うか、いやもう重くて使いにくそうだからやだな。ウィリアムス使うか、ウィリアムス使おう、そう、ボランチ使うのが俺結構好きなんだよ、はあ、見せてね、うん、やっぱ攻撃、やっぱ一番ボランチが、まあ、どっちつかずじゃないけど、攻撃も AI 任せにできるし、守備も結構 AI 任せにできるから結構楽しいね、やっててね、うん、いや、はあ、すごい迫力の大シュートだったね、ボーン、ジェズス、かなり気合入ってるね、キック力ももう十分。暗いな今日、スタジアムあれライトないの、俺めちゃくちゃ暗くない、何これ、見にくいんだけど、ベジクタシのスタジアムかな、金ないんかな、照明卓なんか薄いもんな、あ、でも、あ、明るくなった、
明るくなった。始まりましたよ、ザチャンピオン。てかっこいいね、ザチャンピオン。あれ美大なかった今。あれ美大ってベジクタジなんだ。美大って選手が結構使えるっていうのは知ってるけど、どこのチームか知らん。誰や、マジで顔見てもわからんな。ビダでしょ、これ多分。誰がいるんだ、マンチェスター・ユナイテッド。ルカク、あれ、顔緊張引きつってなかったか、ルカクの。デビュー戦、ゴミみたいな仕事しかしなかったからね。もし、この試合で本当にルカクが活躍できなかったら、俺がルカク操作してね、ハットトリックとか取りますわ。それでもそういうやり方やっていく。ルカクに関しては可愛いから、でまたね、自信ついたかなと思ったら自分で AI でやらして、でそれで活躍したらいいし、ダメだったらまたね、俺が使ったハットトリック。誰だ、もう知ってるやつほとんどいないけど、ゴーダフォンってまだあるんだ。キャプテンの人が有名っぽいよね。シンディ・カガワ、シンディ・カガワもいないか、そうか、そうだね、このゲームにはもういない。あれ、ママドゥ・サコじゃない、これ2番違う、髪型そんな感じだったけど、誰やねん、イレブンやな、ほんとマンチェスター・ユナイテッドからしたんだよ、誰みたいな、なんなんお前らって感じだろうね。あ、ママデサコいるね、ビクトー・ルイーズ。見れなかった、日本人とかたまにいないのかな。ヤリッチだっけ、ポコズ、ボイド、ビザいるやん、サコ、アンチュンズ、アントニーズデヘア、マディソン、ルカク、ウンティディ、ディアス、ジェズス、サブニア、マグアイア、ナッチョ、ベルナ、最強でしょ。これ負けないよね。でもなんだろうな、この統一感のなさ。本当になんか素人が作りましたみたいなチームになっちゃってるよね。同じようなさ、銀河系とか言われてた。あ、でも俺レアルも一時期そんな感じだったか、ジダンとかいた時はな、銀河系言われて。よし、頼むで、むしろ回してくるな。結構これ食いつきすぎるなよ、誘ってるぞ俺たちを、はい、ナイス。あー、ウィリアムスどういう今能力なんだろう。フィジカルちょっと弱いね。オッケー今のは、13番だから、誰だ、え、センターバック、ウンティティか、キャプテン、ウンティティナイス。デレアリが下がっちゃう、デレアリ答えだ。 OK ナイス、いいねいいね、いけいけ、いやいいパス、ウンティティ。あ、そこワンタッチで返すの臭いやな、ちょっとキープしてほしかったね。あ、ちょっとランチ省略されてる、ナイスナイスナイス、逃げるか、いいよ、惜しい、デリアリからビダル、戻って守備します、ナイスだろ、いいね、ビリ、あ、そっちやん、ワンビザガに出したつもりだったんだけど、ちょっと強すぎたな、キックが気合い入りすぎてた。当てさせませんで、これいかなきません、まずい、OK、瞬時の判断力えぐ、あ、ちょっときつそうやな、無理しとんなっていうか、あの相手のね、これ取られてからの、でかい神やな、ボール取られた後のコンプレースっていうか、マークがしっかりしてるな。といってロングボールもアホみたいに蹴りたくないしね、どうするか、フォーメーション変えるか、中盤の人数が少ないわけじゃないもんね。ナイス、頼れるわマジで、ウンディティは。俺がもうちょっと潤滑油的な感じで動けれたらいいのかな。行ってもだからな、こんなとこまで上がっちゃってもね困るからな。ナイス、はい、行ってくれ行ってくれ、
Madison, space on the flank. いいんじゃない。いいか。あ、ルカク、お前得意なフィジカル見せろよ。なんだと思ってんだよお前。お前得意な、ビダル。ちょっとあれだな、ワンチャンパスが多すぎないか今日。通ったらいいなぐらいの感じで。この辺で、おれ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 。状況変わる。あんま動かないね味方が、ね。いいんじゃない？あ、デレアリ、デレアリ、なんで出さないの？お、ビデオ。デレアリだったりないから、ちょっと判断悪いな、今日。なんなんだ、こいつら。勝つ気ないのか、舐めてんのかな、やっぱベジックたちだからって。打てるか、無理か。デレアリ、あ、いや噛みすぎる、いや急に噛みすぎるプレー、めちゃくちゃいいプレー。え、デレアリこれ売りませんわバルセロナに。デレアリからのデレアリジェズは鬼のようなプレー見せたね。今までのゴミみたいな攻撃何だったの。いやすげえわこれは。すごい、パスも、まあ、あのためを作るドリブル、パス、シュート、完璧。これですわ。すごいね、こいつら。ちょっと俺が教えてないぞ、それは。たまにそういうの見せる。これがもうちょっと何回も増えてきたら、もっと強いチームとかでも勝てるんだろうな。ただデリアリ一緒にやってると分かるけど、リズムが独特でやりにくいな。United struggling in terms of possession, but when they've had the ball, they keep delivering the sucker punch. いいんじゃない、いいんじゃない。あ、あ、ピゲ、あ、ないか。Well, that is a defender's job to come to the rescue. A good-looking move. 中には入れさせない。デリアリしっかり守備も戻るしいいね。もっと俺ここどこに。デリアリがあんな下がってくるとどこに、どこ行きゃいいのかが分からない。ナイス、ここ、ここ気をつけたい。ナイス、ヴィダル。あ、終わり、めっちゃいいとこだったのに。上吹くタイミングよ。まあいいけど、うん、いいですね、いいですねこれ。とりあえずはね、てかルカクとジェズスか、どっちがいいんだろう。そう考えるとベルナーとルカクはどっちがいいのっていうことになってくるよね。フィジカル鬼やな。ここ戻す、いい、狭すぎるなそれは。ジェズスがかわいそうやな。それはデリアリやっぱできることが多いから、変にああいうとこもやれちゃうのがね、出しちゃう、それでダメになっちゃうってね。出された方が困っちゃうっていうことよ。それはデリアリには覚えてもらわなきゃいけないな。 OK。 Well, it's a reported fee of around £45 million, Derek. He's definitely worth that sort of money in my book. Good, solid pro. Technically really gifted too. おっと、just to point you in the right direction, we have more live action from the Premier League coming up here on EA TV. It's Manchester United taking on Newcastle United. はい、こいつ。It's very easy to build a case for those two teams to make that game a real cracker. You should be tuning in for that one. Here is Ozan. Who's Jakub? Ah, man, yo. え？入るんだそれ。打たしてぐらいのとこあったよ俺。まあ、打ってもいいかぐらいの。ビダだ。あの斜めはちょっと無理か。誰だ、だから誰なんだろう、サイドハーフ。まあいいや、ちょっと。まだね、時間ありますからね。一応ね、幸い相手のホームっていうのもあって、ヴィクトル・ルイス、でもカットきたいけど。ナイス。え、
誰に出してんの今、えぐいな今こいつ、こいつやっぱカンテの、カンテの意思を継ぐものにはなれないか。ルカク、あー惜しい。よし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 、ちょっとちょっとあの流れ悪くなってるね、あの1点ね取られてから。ちょっと迷ってるぞこれ、 どうすればいいんだみたいな、監督どうすればいいっすかみたいになってるわ。やりたいけどな、そうだな。あ、危ねえな。逆にベジュクタシはかなり乗ってる。ちょっと選手変えよう。スタミナ、ルカクが、あ、ルカク結構スタミナないんだ。ベルナーでしょ。でここ変えようか。いやダメだよ、俺が使うやつだから。ビダルをちょっと攻撃的なコマンに変えていくか。うん、デレアリ、デレアリのとこもうちょっとシンプルでもいいんだよな。グリーンウッドかバロー、うん、グリーンウッドにしよう。これで攻撃的なやつに3人のフレッシュなやつ入れたからね、ちょっとねリズムが良くなればいいけど、ちょっとね攻撃のテンポがあんまちょっと早くないというかね、足りてない、ゆっくりしてるのよ。疲れてるか分からんけど、ここうまくねこうギア、新しく入った選手がギアチェンジというかさ、ボーン一個アクセル入れて、ちょっと怖いな。サイドのプレッシャー早いね。チャンスチャンスチャンス、お、いいぞ、あ、いい、決めろ、完璧、俺のカットからだぞ、さすがベルナー、やば、うわ、いや采配がもう完全的中やん、俺が思った通りの横パス、うん、分かった、あれ縦に出すのが楽だったんだ、ここわざわざ中向いて、これ完璧だったな、めちゃめちゃ気持ちいい、これは。おー、いいですね、いいよいいよ、これどうするかなと、 1-2 で、うん、そっからよ、そっからこれどうするかよ。まだ、まだいけるか、1点取りいく、まあグループリーグだからでしょ、確か失点もあるしな、相手が低い位置ですごい速いビルドアップしてる、俺らの布陣をさ崩そうとしてるんだよ、あんまり勝ってるしね、そんないろんなとこついていって無理して陣形崩すような、そこまで守る必要ないよ、それぞれの持ち場をキープしつつ行くとこ行く、崩れるぐらいだったら行かない、8人、あ、ナイスナイスナイス、コン負けしたら入って誰、リア、リアジック、ラーリン、ラーリン来たぞ、ラーリンのこれが見れたね、これラーリンのこれ見れた、さあいいね、いいとこ見えてんなこいつら、え、いや決めないんだ、決めないんだお前ら、超完璧な攻撃してたのに、惜しいな、あれもしかしてルカ君マジでいらないのか、なんかルカク いらんような気するね、完全に躍動してんだよな、ルカク外してからチームが躍動してる、これキーパー出るかな、出ないか、あれルカクいらん気してきたねこれ、たまたま良かったんかな、すごいいい攻撃増えたよね、ルカク外して3人出してから1回それで行ってみるか、サイドハーフもねグリーンウッドと、どう迷う、たまたまだった可能性もあるしね、まあ頭からそれで行ってか、まあ後半はその形で行くみたいなセット作ってもいいしね、ちょっと光見えたなこれ。
なんだなんだなんだ、何を聞きたいんだ、なぜナチを出演させなくて、いやだってうん、いやだってほらローテ要員だからね、週休2000万のためにだよ、うん、そう競争があるんだ。ナチョは出しませんけどね、マグアイは出すよ、うん、いやこれすでに次の試合に集中してます。おナチョもちょっと士気上がった、そうだ切り替えて俺も集中しなきゃいけない。なんとかチャンピオンズリーグ第1戦勝ちました、応援ありがとうございます。次はリーグ戦かな、この勢いに乗ってプレミアリーグの順位も上げていきたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。さようなら。パーボールは転がってゆく、僕らの思いを乗せて、たくさんミスをしたっていいんだよ、ほら心は燃えてるから。